はい、えっと、横浜で、えっと、飛び降りて、はい、自、自ら命を絶ってしまった、えっと、人が、その通行人の人に当たって、その人、もう亡くなってしまった件についてなんですけれども、これについて思ったのは、飛び降りた人は悪くないですね。っていうのも、えっと、自分で自分のね、あの、命を絶つときに、その人たちがどういう精神状況にあるかっていうと、 ももう何も考えられないんですよだからこそ起こることなんですよね。自分で自分の命を絶つっていうのは。なんか周りの人に迷惑かけないようにしろよとかそういうコメントがいっぱい見えたんですけどそういうことも何も考えられないからそういうふうなことをしちゃうわけなんですよ。まともな人だったらできないですからね自分で自分のことをそういうふうにするっていうのは。 そこまで極限状態まで追い詰められてるんですよ。それなのに最後まで人に迷惑かけ上がってとかそういうコメントをしてる人たちはあの,あの飛び降りした人の気持ちを考えたことありますか相当辛かったと思うんですよ、ね。その人が亡くなってまでその人の尊厳を踏みにじるようなことは。 正直許せないです確かにあの通行人の方も亡くなってしまったのは非常に残念ですがあの飛び降りた人の、えっと、ことをねあの今更悪く言うのはちょっと人としてどうかなって思いました。